おはようございます。僕は今、広島駅に来ています。向こうの方に見えているのは、現在話題の日本郵政ビルです。切って、広島ができる予定になっています。今回は、現在大工事中の広島駅が、2025年にどう生まれ変わるのか、完全版の動画として解説していきたいと思います。まずは、中央改札を出ようと思います。広島駅では去年の9月に、当時の北南改札がなくなってからは、ほとんどの人がこの中央改札を利用しています。このことについてはまた後ほど解説します。こちらはこの前まで使われていた階段とエスカレーターとエレベーターがあったところです。現在では左側に仮の通路ができています。ここがどうなるかというと、衝撃的なことになります。こちらが4年後のここです。今からすると想像もつかないような感じです。路面電車が向こうの駅前大橋の方から高架線となってそのまま広島駅に入ってきます。これは大工事になることが予想されます。また、現在はほとんどの路線が同じホームから発車していますが、4年後からは路線別にホームが分けられることになっていて、利便性が高まることが期待できます。新幹線から広島電鉄に乗り換えて、市内中心部に向かうのも便利になります。今までよりも3分くらいは乗り換え、時間が短縮される印象です。こちらが在来線の中央改札です。中央改札からは本当に一瞬です。いつもの駅シティにやってきました。ここからは駅ビルの建設の様子を見ていきます。6月に全ての解体が終わって、これからようやく長い長い建設が始まっていくところです。少しだけクレーンの数が減ったように感じます。日本郵政のビルはもう結構高いところまで来てるんですけど、広島駅ってどのあたりから作り始めるんですかね。こちらが、現在の広島駅です。この広島駅も、なくなることが決まっています。新しい路線は、そこから駅前大橋を抜けて、短縮ルートで中心部に向かうことになっています。こちらがバス停なんですけど、バス停も便利になるとはいえ、路面電車を使う人が増えそうですね。僕的には、アストラムラインで中心部に向かうのが好きです。向こうには、建設中の日本郵政のビル。結構存在感がありそうです。では、ここからは、広島駅に関係する、完成イメージ図を見せながら、それぞれ解説していきます。まず、こちらが外観です。駅ビルは博多駅、路面電車が出ているのは小倉駅のような感じになっています。結構ガラスが多い感じで、景色が綺麗なレストランとかも、たくさんできそうです。路面電車が高架線を走るというのが面白くていいですね。こちらが路面電車の駅の様子です。木のぬくもりがあって、日が差し込んでいる感じがいいですね。イメージ図に新型車両だけしか書かれていないのが面白いです。実際に走り始めたらどんな感じになるのか楽しみです。また、広島駅には屋上広場もできます。それがこちらです。ものすごく景色が綺麗そうです。ライブなどもここで行うことができるように整備する予定だそうです。広島駅に来たことがない人でも、なんか過ごそうということは分かったと思います。また、
順次、この工事の動画も出していこうと思います。じゃあ、ここで終わります。